呉の侵攻の気配を察知し先手を打った宗義。しかし諸葛丹の失策により当館での戦いに敗れてしまう。勝利に勢いを得た呉の大将軍諸葛恪はそのまま魏軍を追撃。結果として呉のさらなる侵攻を招くこととなった。司馬相らは退却の中手早く軍を再編。合肥新城まで引くと洛陽に救援を要請する。この要請に応じ出陣したのは他ならぬ司馬氏自身であった。司馬氏は合肥新城へ急行すると呉軍の行為を蹴散らしつつ入城。その姿を見た魏の将兵は安堵と歓喜とに高揚した。これよりは魏の真なる英知の戦、孫吾の先兵、ここに果てるべし。司馬氏、諸葛丹、郭淮が合肥新城に最地をほとばしらせる。諸葛公休、一族の誇りを胸に、いざ！報告します。敵がさらに包囲を狭めてきました。城内にかなりの敵が入り込んでいます。すいません、兄上。呉の奴ら、えらく押してきたみたいで。呉職には、あるかなきかながら命がある。軍を進めるならば、この合肥となろう。あるいは、組しやすしと思われたのやもな。果実の戦、司祭は諸葛丹から聞いたぞ。はい。そう落ち込むな。今ここでお前たちの席を問うつもりはない。私には見えている。諸葛丹の報告の向こうに広がる情景もな。むしろうまくおびき出したと考えよ。呉の主力をここで一網打尽にできると。わかりました、兄上。むしろ悪くない。あとは主将を一押しせねば。資源殿を中心に皆が団結しています。この戦はきっと問題なく終わるでしょう。ですが、このままではいずれまた四条殿のやる気のなさには呆れる。やればできるというのに。敵は大軍、対してこちらは貨幣、兵力差では圧倒的に不利。しかしこの城を生かせば勝機はあります。各伯勢、死ぬ気で戦局を切り開きましょう。準備万端、出撃する。はっ。これより反撃に転じる。全ての城門を閉めよ。深くまで攻め入った敵を駆逐する。風車を抑えて城を倒し起動させよ。将と郭淮は西へ向かえ、諸葛丹は私と共に東へ行くぞ。敵に城を攻めさせて油断を誘うとは、しばしとの策にお見舞いできる他ありません。城門が破られ分断が崩れては意味をなさぬ。迅速に城内の敵を撃破していくぞ。その首払い受ける。いざ。この勢い、誰にも止められますまい。おっと、味方と隠れた。そこに直れ。大各地に撃たれよ。おいしい。開け。
掌握する。敵のすべてを焼き払うのだ。おう、やるな。中央部は掌握した。力を貸してくれ。残るは南だ。魔王を数に攻めよ。皆力を貸してくれ。敵の残存兵力想定を上回っていますが、果たして今の戦力で押し返せるかどうか。再起動したようです。これで我らの攻めは勢いを増しましょう。その勢い誰にも止められますまい。みんな力を貸してくれ。設置してある土砲を奪い返せ。それで戦力差を埋められるはずだ。やるな。引き上がれ。お前なんざひとひねりだ。Thank you.
き続き将と各隊は西を進め、私と諸葛丹は東から攻めるぞ。しばし殿の指揮には自信が満ち溢れている。ああ、私もあの高みに近づけたら。無能が諸葛を語るな。諸葛とまるで誰ぞの影でも見ているようだな。血筋が何だ。
名が何だ。そのようなもので己の才は磨かれる。死はただ己の才によって生きるも、この私とてそう務めている。生まれに溺れるような輩はああなる運命。さあ引き上げるぞ。生まれに溺れるか。私は囚われていたのだな。己足らんとする前に諸葛足らんとあがいていた。だが今その呪縛から解き放たれた。これよりの私はただ私として才を磨き進んでいこう。